どうも、カルダさんです。今回なんですけども、普通の拠点のレイドちょっと飽きてきたんで、久しぶり？初めてかわかんないけど、洞窟拠点をね、抜いていこうと思います。で、今回の洞窟なんですけど、最強洞窟をね、ちょっと見つけたんで、僕ら、最強洞窟もね、抜けるくらい、ロケラン用意したんで、抜いていきましょう。みんな準備はいい？もう決まってんね。決まってんね。よっしゃ。行こうか、その格好で。レイド。はい、はい。そうだよね。俺の準備も全部ゴミよ。そうだね。そうだね。ガチその方がいいもんね。そうだよね。あと、代表これ片付けとくから。みんな、ちょ、レイドの準備っていいよ。代表これ片付けとくから。はい、ってことでね、行きましょう。準備ができたんで、今回のね、洞窟はこちらっす。じゃ、洞窟抜くの初めてかな。俺初めてじゃない？俺洞窟抜くのやった？洞窟やった？これってさ、しゃがみながら行けばいいんでしょ、これ。しゃがみながら行けば行ける。よしよし。もう行ってるよ。アクさん、ここは資材部屋じゃないよ。うん、匂いがしないわ。うん、あっちあっち。あっちからいいよ。そっちからやってくわ。オッケー。始めてください。ふえ。どれ？あー、なるほどね。2発だね。2発2発。押さないで。出て。あー、なるほどね。まだまだですわ。そろそろ角っこ狙ってさ、一気に行こうぜ。あー、せやね、せやね、天才、天才、上の上、うん、これ4発入れていいよ、ここ。スムーズイズスムーズだ。え、嘘、どういうこと？いきます。ちょっと待って、タレット怖いよ。あ、オッケー。あ、抜けてるね。あ、終わったわ。どれ、リクさん、どれ、リクさん、どれ。やばーやばばばやばー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 リクさん、リクさん、ここ見てみ、ここがやばい。これはやばいわ。これはやばい。あ、リクさん、ここ、リクさん、ここ、リクさん、ここ。C4 も入ってる。やば。ちょっと一回回収だな、これ。あ、待って、リクさん、おい、ハクさん、俺やばいの見ちゃったよ。
やばいやばい、ちょっと待って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 、ちょっと待って待って、一回炭水リセットするわ。やばいぞやばいぞこれ。ちょっと待って、手ぶれが激しい。てってれー、やばー、やばいぞお前ら、お前やばいぞこれ。賞金追加ですよこれ。ちょっと待って、え、やばいやばい、あ、これはやべっすわ、やべっすわこれ。あー、おっとっと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 、やばいわ。よし、みんな一回ここ扉つけて回収しようね。うん、心改めよう。ちょっとこれやべえわ。わかんないんだな。ああ、いや、ただ出るだけだ。ここはただ出るだけなの。そう、ここはただ出るだけで、向こうの世界につながる。よし、行こう。そうだね。いや、ねえわ。もったいねえ。あれ？炭素あるわ。あー。もったいな。もったいねえ。今回なんですけども、僕とね、リック先生ね、とてもね、ヘリとか戦車とか壊すのほぼ趣味で、来るたびに壊すのをやってるんですけど、ちょっとね、身内がね、怒るんだよね。ヘリを壊すと。まあ、なぜかっていうと、俺とリック先生、味方の拠点を盾にさ、ヘリと戦うからさ、味方の拠点がナパームで次々壊れていくから、怒られてんだよね、俺ら。クレームがすごいんで、今ね、みんないない状態なんで、俺とリック先生で、ヘリ橋をね、作っていきたいと思います。でね、そんなこともね、あろうかとね、代表の先生と用意しといたんで、スクラップ分の布をね、すげえ量用意しといたんで、とりあえず、スクラップ交換、行こうか。よし。よし、行くよ。はい、ってことでね、無事交換が終わって、スクラップが5550になったよ。でね、なんで俺らがこのスクラップをここに持ってきたかっていうと、俺もなんだけど、死ぬほど石を掘りたくない、鉄もね。どのくらい取りたくないかっていうと、見てください、これ。俺の武器。はい。何も覚えてないっす、アタッチメント以外。僕もスクラップで LR か M92 しか使ってないくらい、クラフトがめんどくさいんで、もう全部ね、スクラップでね、世の中片付けていくんですよ、このゲーム。布、最強。ってことで、でっかい拠点を作る上でね、やっぱ資材も必要なんで、資材をスクラップで買うってなると、やっぱ大きい拠点建てるってなると結構大変だと思うんですよ。結構いると思うんだ。だからね、ちょっとね、ここでね、スクラップを稼いでいこうと思って、先生と一緒に。よし、目標1万でいこう。よし、行くぜ。頑張ろう。これ次なんすか？まだ書けない。あ、 1？ もうよかろう。ちょっと待って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 。嘘やろ。はっ
おい、どうするよこれ。どうする？どうする俺ら。いや、めっちゃウキウキしてんだけど。どうしよう。どうしよう。俺2000スクラップ失っちゃったよ。来た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 。始まる始まる。始まるぞ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 。いや、俺かけない方がいいわ。多分ね、俺、今日、すげえパチンコ負けたから、多分、ギャンブル向いてない今日。わかった。逆に俺が3とか1とかにわかるこの、10倍とか20倍に全部かけとくから、これで、俺がかけたとこに出ない説でいこう。見ろ、これが不運調整よ。これが不運調整よ。イエーイ。よしよし、もう一回不運調整いくわ。やばくない？やばくない？不運調整やばくない？これちょっと、どっち？リックさん、リック先生の運がいいの？俺の運が悪いの？どっちなのこれ？ちょっと待って、え、なに、え、ん、ん、ちょっと待って、うんうんうん、2K。 いや、そしたら次こそはもしかして1111、いけるか、いけるか、ここで、ははおい、決まるな、これ。あ、余裕じゃねこれ。これ余裕じゃね、仕事じゃん。はい、っていうことでね、無事、ヘリ討伐用拠点が完成したわけなんですけども。いやー、長かったわ。よいしょ。何やね。よいしょ。はい、みんなね、ログインが来て。もうみんながクレーム入れるからさ、俺と先生でヘリ拠点作ったのに。みんなそれなりに楽しんでるじゃん。これね、パンデエリアで回復しますわ。で、ロッカー置いて、よいしょ。で、上の階で、まあ、戦いますよーって感じですね。もう、ほんと、ヘリのためだけの拠点なので。こんな感じで。うわ、怖っ、これ。なんか、普通に落ちそうだわ。よいしょ。で、ことでね、無事ヘリ一挙できたんで、よいしょ。うん、うちの拠点からね、ロケット施設の上もぶち抜けるんで、これで。でね、すごいね、これ。圧巻だよ。うちらの、同盟軍もいるけど、同盟軍もいるからこそか。この、風景よ。圧巻でしょ。これはね、さすがに、もう、実はね、毎日ね、なんか、レイドしに来てるらしいんですよね。韓国人とかが。ただね、置いてるタレットの数が死ぬほど多すぎて、炸裂で抜きにくらほどもが、毎日殺されてるっていう状態ですね、今。俺らが、一生懸命日中ね、汗水垂らして仕事してる最中に、韓国人とかアメリカ人が来ては、タレットに殺されてるっていう状態です。お。あれ、同盟軍ですね。こっちの様子を。今立ったからね。レイド拠点だと多分勘違いしてると思うよ。今こんなん急にポンってあったら勘違いするわな。ってことでね、ヘリが来るまで待ちましょう。
当たった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 、全然見えてなかったけど当たった。来るよ来るよ来るよ、これなくて見えへんわ。どこどこどこ、暗くて見えねえわ。すごいすごい、全然暗くて見えない。おい、そうそう、ナパーム撃ってきそうじゃない。ナパームだ。あぶねえ、すげえ痛いんだけど。ナパーム来るかもしれん。ナパームでしょ。リロードして。楽しいなこのゲーム。あ、これナパーム来るやつや。何これ、あっちから来るか。あ、来たでしょ。すごい入れたわ、すごいダメージ入ったわ。おいおい、楽しい。あれあれあれ、なんか死んでる人おるけど。おい、よし、いやー楽しかったね。ほんと急だったけどいいね。回収しやすいところに落としたね。いやーいいっすね。みんな、警戒よろしくね。もう。あ、海パン野郎だからさ。あと俺アイス食ってっから。今回ね、トルコ風アイス、メロンソーダフロート食ってるから。おあるじゃん。一箱目、いきまーす。パチッ。爆薬1個爆薬1個爆薬1個。レシピ覚えたい必要だよこれは。ほっ、1個できたな。ほっ、あっち行くよ。おっかカメラ1個。はい、あーピストル弾200発。今んとこ一番当たりだよ、これ。いきます。ラスト。いや、ごめん。